トメにあんたの親は亡くなってよかったと、ウトの葬儀で言われたイッチ。過去にトメと同居していたイッチは、トメの嫁いびりによるストレスで、子供が3回流れてしまった。それでもトメの味方をするエネオに呆れ果て、トメにもぶち切れたイッチは、怖い義士と嫁同盟を結成。トメへの復讐に最悪のプレゼントを贈ることに。果たしてイッチと義士はトメに復讐することができるのか。あんたの親は亡くなってよかった、と言ってきたトメの脱税を暴いてやった結果、夫と子供2人と暮らしているイッチ家族。過去にはトメとウトと同居していたイッチだが、トメの嫁いびりが激しく、心を病んだイッチのために、夫の兄が身長確保。トメと距離ができたことで、イッチは以前よりも穏やかな生活を送っていた。しかし、良心的なウトが亡くなったことでトメの暴走を止められる者はいなくなってしまった。先日、ウトの葬式に出たんだけど、トメに、あんたの親は亡くなってよかった、と言われた。私の父は去年に他界。80を超えていたし、最後は病気がちだったから覚悟はしてた。だけど私は、シングルファザーの家庭で育った一人っ子。唯一の肉親だった父を亡くして、去年は相当落ち込んだ。そんな私に、なんてこと言うんだと思って私の親が亡くなってよかった理由を聞いてみた。トメが言うには、私の親は年を食ってたし、貧乏人だから、可愛い息子たんに寄生されるかと、心配していたらしい。ウトはまだ80になったばかりだから亡くなってかわいそうだけど、私の親は亡くなってよかったと説明されて、暴言の追い打ち。ちなみに父は普通に稼いでたから貧乏人なんかじゃなかったよ。私は結婚した当初は、トメとウトと同居していた。トメが年を取ってから産んだ子だからか、夫はトメに溺愛されてる。結婚の挨拶に行った時に、トメが、結婚するなら同居じゃなきゃ許さない、と条件を出したので、結婚当初は同居することになった。同居中の嫁いびりのひどいこと。家事は私に任せきりだし、あれしろ、これしろと、毎日大騒ぎ。暴言を吐かれまくるのは日常。ご近所中にも悪口を吹き込まれまくってたからご近所からも白い目で見られて、若かった私の心は、大ダメージを受けることに、まともに眠ることもできなくなったので、病院のお世話になってたんだけど、そのことを知ったトメは、あんな病院に行って薬を大量に飲むことになるなんて、嫁子は気が狂った。と馬鹿にしてきたし、当然ご近所にも言いふらした。そのストレスのせいで3回子供が流れたんだけど、3回目は、トメに縁側から蹴り落とされたことが原因。証拠が立証できなくて、泣き寝入りになったのは悔しかった。夫はアホなのでトメのせいって決まったわけじゃないとか、とぼけたことを言うばかり。ストレスで子供が流れたことも夫は知らなかったし、私が縁側から蹴り落とされたことも信じなかった。そんな私の状況を哀れんだ夫の兄が私のために新居を用意して引っ越させてくれた。それからは平和だったんだけど、ウトの葬儀で父が亡くなったことをよかった。なんて言われた私は、トメへの復讐を決意した。3回も子供流れさせるとかひどすぎる。というか、夫は本当にアホなんだな。やるなら徹底的にやれよ、イッチ。もちろん徹底的にやったります。怖い義士と嫁連合を組んだのでボコボコにしたります。夫の兄の奥さん。つまり義士は元ヤンの超怖いお姉様。義士もウトの葬儀の時にひどいことを言われたそう。義士の母は義士の父を亡くした後に、痴呆症になってしまい、今はホームで暮らしてる。それを知ったトメは、ウトの葬儀の時に義士を洗いながら指さして、義士のことを親戚に、育ちが悪い貧乏人の子だと紹介。しかもトメは、義士の母親の痴呆症を、馬鹿になった、とか言ったらしい。トメは義士のことを、子供の頃にまともに教育してもらえなかったと言って、今から私が教育し直さなきゃいけないと嘲笑。これには当然、義士は切れた。トメの胸ぐら掴んで、殴り倒して帰ってやろうかと思ったらしいけど、ウトはまともな人だったので、ウトの葬儀で暴れるわけにもいかず、どうにか耐えてやったとのこと。でも義士はトメを許す気はないらしく、復讐を計画しているそうで、復讐作戦へのお誘いの電話をくれた。もちろん私は、参加表明。私と義士は嫁連合を作ることになった。嫁連合としては、今後はトメに何か命令されても無視を決め込むことに決定。さらに私は、トメの脱税を税務署に報告することを提案した。脱税？詳しく頼む。トメは自営業でそろばん教室と習字教室をやってる。結構儲かってるはずなのに、周囲には慈善事業みたいなものと言っていた。でも私は同居していた時に、義母から、税金なんて馬鹿が払うもの。うまくやれば1円も払わずに済むんだから。という言葉を聞いてる。お月謝は習いに来ている子供たちから直接現金で受け取っているので、帳簿はいくらでも改ざんし放題。そもそも確定申告とかしているのも見たことがない。善良な市民として、脱税を税務署に通報することを義士に提案したら、義士は大賛成。早速税務署に連絡したら、調査が入ることになったみたい。税務署は密告しても個人情報ばっちり守ってくれるから安心。もちろんこんなもんで終わらないよな。終わりませんとも。税務署の調査までには時間がかかるし、何よりお姉さんが止めを許さなかった。止めは私の父の葬儀と、義士の父の葬儀には貧乏人のしょぼい葬儀なんて行かないと拒否。さらに、同じ家の人間だと思われたら恥ずかしいとまで言って、実家はみんな近いのに参列しなかった。そのことにも私と義士は怒っていたから、公的制裁だけじゃ納得できなかった。そしてうとのし19日がやってくるという時、止めから私と義士に連絡があった。連絡内容は親戚が来るし19日の前日に掃除をしに来い。というもの。嫁だから自ら掃除しに来るのが当たり前だけど、私と義士は気が利かないらしいので、止めは気を使って連絡をくれたそうです。会食ではステーキを出したいからいいお肉と酒を買ってこいとも言われました。嫁である私と義士は親戚にお酌して回らなきゃいけないので、腹が減ったらもやしでも焼いて食べろとのこと。お金はこっち持ちというところが、実にケチな止めらしい。電話ではわかりました、と義士と一緒に元気に答えたけど、もちろんやるわけない。その代わり、止め宛てに素敵なプレゼントが、19日の午前中に届くよう手配してあげた。前日に掃除に行かなかったら、スマホも家電も止めに鳴らされまくってうるさかった。夫は今回も止めの味方で、嫁なんだから掃除しに行って当然。母さんも歳でかわいそうというので、エネオ認定。エネオには、じゃあエネオが行って、掃除してあげたら？というと、仕事で疲れてるから無理に決まってるって、めちゃくちゃ怒ってたけど、それは私も同じ。そもそも夫はアルバイトで、我が家の大黒柱は私。私も家事と育児と仕事で毎日が大変。疲れてるから、止めのところで消耗したくないと伝えたら、エネオはだんまり。そりゃ黙るしかない。家事も育児もほとんど私がやってて、エネオはスマホゲームばっかりやってるんだから。そんなわけで、結局エネオも掃除には行かなかった。19日の当日、ウトにはお世話になったので、手は合わせたかった。お坊さんが義実家に入ったのを確認してから、子供たちと一緒に義実家に入って、手を合わせた後は速攻で帰宅。義士も同じようにしたから、止めはカンカン。19日に1日参加したエネオから聞いたところ、止めは怒りまくってたらしいけど、私も義士もそれぞれの夫からの電話は無視。ステーキを出す予定だった止めのところに、私と義士が送った素敵なプレゼントが到着。いいお肉をお願いされていたので、松阪牛のホルモンを 20kg 送って差し上げた。義士の広い人脈で手に入れた特別なもので、さばきたての生々しい新鮮なお肉。ホルモンの血抜きも十分じゃないから、相当ひどい匂いがしたらしい。集まった親戚はホルモンの匂いにやられて具合を悪くした人もいたのだとか。親戚たちは食事も取らずに早々に帰宅したそう。もちろん止めのメンツは丸つぶれ。しかも次のゴミの日は来週までないタイミング。だらしない性格の止めは冷蔵庫はいつもパンパンにしてる。凄まじい匂いのホルモンが入る隙間なんてないはず。ホルモンの行方が気になるところです。夫が言うには、とりあえず外の倉庫に放り込んだそう。数日後に異臭騒ぎで警察を呼ばれたらしくて、怒りの電話が止めから来たけど、笑いしか出ませんでした。もちろん止めには、高級なお肉だったんですけどね、と師匠に返事はしておきましたが、注文通りの品をお届けしたんだから止めも文句は言えないよな。いっちぐっちょぐ、異臭騒ぎになるってどんだけ臭いのよ。私と義士はこれでもやり足りなかったので、さらなる異臭作戦を決行。法事にまともに出れなかったことのお詫びとして、ドリアンをメロンの切り箱に入れて送った。凍らせてクール瓶で送ったから、最初は匂いはしなかっただろうけど、解凍された後は、強烈に臭かったらしい。また苦情の電話が私と義士に来たけど、これは無視しました。すると止めは、エネオに泣きついた模様。エネオから私にクレームが入ったけど、しっかり反論しておきました。私も同居してた時にひどい目にあったけど、その時、エネオはかばってくれなかったこと。私が逃げるための新居を用意してくれたのも、偽計だったこと。エネオが私のために何かしてくれたことなんてないということを伝えると、エネオは怒り爆発。義実家に帰りました。エネオがいなくても、私の生活は変わらないので、どうぞどうぞ、という感じ。なんなら離婚しようと思って準備を開始。エネオからは、義実家がまだ臭いという連絡が来て、異臭作戦の効き目を確認できたことに私と義士はにっこり。離婚届を送付すると、エネオは飛んで帰ってきて、離婚なんてしたくない。子供たちと一緒にいたい。俺はこれからは嫁子の味方をする。申し訳なかった。と言ってきたので、とりあえずまだ離婚はしないことに。でも離婚届には記入させて、私が保管することになった。これでエネオも変わるかもと期待してたけど、そう簡単に人間は変わりませんね。ウトの初盆が来た時に、止めから呼び出しを受けた私と義士。義兄は義士に相当教育されていて、義士は初盆は行かなくていいと、義兄の方から言われたらしい。でもうちのエネオは、初盆なんだから絶対に来いと譲らない。その理由が、止めが来いと言ってるかららしく、父離れしろやという感じ。初盆であろうと出る気はなかったし、まだ止めの味方をするエネオには、愛想が尽きたので、離婚届を提出することに。エネオはびっくりしてたけど、エネオが家を出ていくための準備を、親切にしてあげて、荷物を持たせて家から追い出しました。この家の家賃は私が払ってるから、離婚後もここは私の家なので、エネオは行く当てがなかったらしく、トメのいる義実家へ行ったみたい。トメから電話があり、可愛い息子たんが私に意地悪されて泣いているとのこと。なんでエネオが被害者面なのか。トメはエネオに電話をバトンタッチ。本当に泣いていたエネオは、子供と会えなくなることが辛いのだそう。私とは離婚したくないから考え直すようにお願いしてきました。私は今までのトメの所領を改めてアホなエネオのために説明。エネオはようやくトメのヤバさに気がついたみたい。これからは嫁子の味方をする。とか言ってきたけど、その言葉は前にも聞きましたね。前もそう言って、エネオは変わらなかったことを告げると、何度も謝ってきたけど、私の中で、もう離婚は決定事項。慰謝料も養育費もいらないから、私たちがどこにいるかは探さないでほしいと伝えて、離婚後は親子でお引っ越し。完全にトメとエネオとは連絡も絶ちました。エネオと離婚したイッチ。数ヶ月が経ち、イッチが仕掛けた時限爆弾が、元トメと元エネオに大打撃を与えることになった。離婚後も私は元技師と連絡を取っていたので、お茶に行くついでに、様子を聞くことに。私が脱税の疑いを伝えたことで、税務署がようやく動いたらしい。元トメと元エネオが暮らす家に、税務署から突然連絡が来たそうです。追徴課税の額はかなり高かった模様。元トメは払えずに、元エネオの兄に助けを求めましたが、元技師にしっかり教育されていたので、元トメからのヘルプを一刀両断。すぐに追い返したらしい。元トメは家を手放さなければならなくなったそう。家で開いていたそろばん教室と習字教室も畳むことになったらしいです。高級松阪牛ホルモンの異臭騒ぎ以来、ご近所さんたちから白い目で見られていた元トメ。家もなくして出ていくことになったので、ご近所さんたちの噂話の種になっているそうです。元トメと一緒に住む場所をなくした元エネオは、これもまた自分の兄を頼って、元義師と元義兄の住むマンションに来たのだそう。でも元義兄は大激怒。妻を大切にしていなかった結果だから知るか、と一蹴した。まともな職に就かずに、私のすねをかじってきた結果だから、受け入れろと、これまた一刀両断。仕方なく、元トメと元夫はボロボロの風呂なしアパートで、暮らすことになったそうです。ここまで来て元エネオは、反省した様子。反省するのが遅すぎるんだよ。元エネオは反省しすぎた結果、精神を病んでしまったのだそう。そのせいで元エネオは、自分が離婚して子供に会えなくなったのは、元トメのせいだと。被害妄想を爆発させ、元トメに殴りかかってしまったのだとか。高齢の元トメは一撃で大ダメージを負い、足を骨折して入院することに。寝たきりでいると、ボケやすいっていうのは本当ですね。元トメは入院中からボケが始まり、元義兄が施設に放り込むことになりました。元エネオは暴力を振るったことで、警察のお世話になる羽目に、精神疾患があるということで、入院することになったそうです。面白いくらいにどんどん自滅していく親子だな。気の毒だが、今までの自分たちの行動がこの結果に繋がったんだよな。自業自得オツ。私はというと、めちゃくちゃ平和に暮らしてます。元トメがボケる前は、いつか住んでるところが見つかるんじゃないか。子供たちが小学校の帰りに元トメ、元エネオに誘拐されたりしないか、と毎日ヒヤヒヤしていたのですが、元トメは施設に、元エネオは病院に入ったので、心穏やかな日々です。子供たちも元気にすくすく育っていますし、余計なストレスもなくなったので、体調もめちゃくちゃ良好。もっと早く離婚しておけばよかったと思ってるくらい、私をシングルファザーで育ててくれた父のように、私もシングルマザーとしてバリバリ働いて、子供たちをちゃんとした大人に育てたいと思います。一気オツ。子育て頑張れ、元トメと元エネオと縁が切れて本当に良かった。一致の告発によって自滅していった元トメと元エネオ。その後元義師、元義兄も元トメと元エネオとは縁を切ったらしい。もしもあなたに一致のようなトメとエネオがいたら、皆さんはどうしますか？いい復讐を思いついたらコメントで教えてくださいね。また2チャンネルのスカッとスレイッチ vs トメシリーズを再生リストにまとめました。様々な奇策でドキュントメに復讐するイッチたちの勇姿が見れるのでよかったらご覧ください。それでは今回はご視聴ありがとうございました。